してまいります。日米新世代タッグ5番勝負、それからその第3戦でありますレミーマレンコ、長谷川咲恵、これが試練の3戦目。今ゆっくりと長谷川咲恵を先頭にしまして、その後ろからレミーマレンコ、青コーナーの花道であります。これが長谷川咲恵、そしてこのブロンドがつなびくレミーマレンコ。さあこの日米新世代タッグ5番勝負の第3戦、この3人目の挑戦者は山田敏夫、そして井上京子、昨年のタッグリーグのチャンピオンチームであります。さあゆっくりと山田敏夫と井上京子、ゆっくりと山田敏夫が先頭、そしてその後ろからもうおなじみのペインティング井上京子であります。おっと、まだ選手の紹介が始まる前にいきなり日米新世代タッグ先制攻撃だ。さあ飛ぶぞ、飛んだ、長谷川咲恵が飛びました。今ゴンが鳴りました。日米新世代タッグ5番勝負の第3戦、予想外のどうやら始まりであります。さあいきなり長谷川咲恵、さあしかし山田敏夫も負けてはいない。いやー、阿部さん奇襲攻撃でした。いいことですよね。いいことですね。やっぱり実力的にはね、山田井上強国組ですからね、はい、思い切りの良さが最初から出て、はい、よくなると思いますよ。そうですね。さあと、そしてソバット、強烈なソバットであります。このソバットがかなり効くという話を聞きました。選手に聞くとあれアスカかなり効くらしいですね。もう胸元にガツンと入りますからね、あれは。なかなかこの体格もね、本当にレスラーのになるために生まれてきたような、その長谷川咲恵の体格、そこから生み出されるソバットであります。さあしかし、まあ今日の相手は、まあ、これまでも本当に骨っぽいメンバーだったんですが、今日は山田敏夫、井上京子、昨年のタックリグザベスト91で鮮やかに優勝を飾ったチーム、チャンピオンチームが対戦相手であります。まあこの2人というのは、まあ、デビーマネンコ長谷川咲恵にとっては本当に強いメンバーばかりと当たってはいるんですけども、また辛い壁ですね、試練ですね。どこまでやれるかですけどね、はい、まあ、それがこの5番勝負のね、はい、目的というかね、狙いでもあるんですけどね。そうですね。三宅さん、はいはい、この長谷川咲恵なんですけども、大きく成長しましたよね。そうですね。それでですね、はい、元、まあ、投手というか獄門島にいた時の投手、はい、ブル中野選手に話を伺ったんですけど、はいはい、まあ、当時と変わったことというのは、まあ、頼る人がいなくなって、あ、なるほど、強くなったんではないだろうかという、あ、なるほどね、ブル選手は言っていました。なるほど、はい、まあ、その辺がうまく独り立ちができたところですね、阿部さんね、うん、なかなかしかし、アスカ、はい、そうやってね、独り立ちしろよと言われて突き放されても、そうそう簡単にできるもんじゃないですが。そうですね、まあ、しかしこうやって見てましても、阿部さん、これまでの戦いぶり見てどうでしょう、この新世代タッグ、日米新世代タッグの2人ですが。いいとこもあるんですけどね、まあ、タッグチームとしてはね、タッグリーグ戦を戦ったね、山田、はい、井上京子の方がまだやっぱりちょっと上かなって感じですよね。そうですね、うん、さあ釣り天井、はい、やっぱりね、技も豊富ですしね、はい、そういう意味でやっぱりこう考えると日米新世代タッグというのはちょっとバリエーションがまだ不足だなという気がしますね。まあ、確かにこの井上京子と山田敏夫のタッグの、ね、バリエーションの多さというのはね、うん、まあ、他のタッグチームを凌駕するものがありますので、それと比べるとちょっとかわいそうかなという気がしないでもないですが、やはりそういったところにいろいろ課題を見つけていきますわね、うん、やっぱりね、いずれはね、はい、タッグの頂点、シングルの頂点ですからね、はいはい、これいいところは盗んでという感じですよね。まあ、しかし勝つことがこの、あーと強烈であります、まあ、勝つことだけがこの、まあ、目的ではないこの、ね、うん、5番勝負でありますから、なんとかこのいい内容で終わってほしいですね。そうですよね、うん、
残り3戦であります。現在のところ1勝1敗のこの試練の5番勝負、日米新世代タッグの本当にこの力を試す大きな場でありますが、その第3戦目、山田敏夫と井上京子が大きな壁となって立ちはだかっています。ちょっとこの辺りのスタミナはどうか。強烈なキック、強烈なキックが胸板、4発5発、ちょっとデビーマレンコの出番がなくなりました。完全に長谷川早紀江が捕まってしまいました。あ、これはちょっとロープに近かった。あ、ちょっとデビーマレンコとの距離が長すぎます。さあ、そのままフロントからフロントスープレックス、ややひねりを入れていきます。そして井上京子が出てまいりました。この辺りまでは、あっとラリアート、これはうまくかわした、長谷川先へソバット、これもかわしたがどうだ、もう一回いった、もう一回いった、あと、あ、逆青コーナー、コーナーを逆に勘違いしてしまいました長谷川先へ。さあ、しかしなんとかデビーマレンコ、そのデビーにつなぎました。さあ、肘を飛ばしてデビーマレンコはどんな技を使ってくるか、ダブルアームのスープレックスから、そして、あっと、ここからニュートラルコーナーに行くか、ギャラップという大きな声を上げて、最上段から飛ぶかな、最上段から飛んで肘、さあ、そしてそのままフォールに入ります。カウントが入る、カウントは2つ。さあ、そしてもう一度ロープに、今度は振り返して、ロープに振り返して、さあ、そのまま、さあ、どちらの方に流れが行くのかまだはっきり分かりません。そしてこのままブレンバスターであります。カウントが入ります、カウントは2つ。うーん、なかなかこの辺りはどちらに女神が微笑むか、どちらが流れを作るのか。山田敏夫が一気に流れを持ってくるか、ラリアート、かわされたラリアート、今度は逆に取ってそのまま見せ倒した。裏投げという感じの雰囲気でありますがね、まあ、裏投げには行きたかったんでしょうけどね、もうちょっと迫力にかける感じでした。あっと、強烈なキックがあります。ラリアート、今度は完全に決まった。カウントが入るが、ここはフォローに入ります長谷川先へ。さあ、このテレビ中継では初めてお伝えする日米新世代タッグの5番勝負、もう第3戦になっています。カウントは2つです。このデビーマレンコと長谷川早紀の若いペアが、この戦っているうちにどんなことを吸収していくか。さあ、そしてスリーパーホールドに入ります。試合時間が早くも15分を経過しました。この試合は60分の一本勝負であります。まだ4分の1。やっぱりこうやってアスカの強いペアと戦っていくうちにね、はい、いろんなことをこう学んでいくというのはやっぱりあるでしょうね。ありますね、まあ、私たちの時代もやっぱりジャガーさん、デビルさんという、はい、女帝コンビもいましたし、いましたね、デンマイトギャルズもいましたしね。あ、なるほど。だから、はい、あの青コーナーの2人もこれから4番5番と、徐々に、ね、強い人ばっかですからね、はい、だから、まあ、本当負けても、ね、いろんなことを吸収できれば、うん、この5番勝負の意味をなすんじゃないでしょうかね。あ、そうは簡単にあの、ね、まあ、勝つことはできない、相手ですけどもね、吸収することはできますからね。まあ、これだけのこの3年目の長谷川早紀江、あるいは新人賞を取ったばかりのデビーマレンコ、この2人がこういったメンバーたちと当たることができるというね、そういうことの方が大きいと思います。さあ、どうやら今山田敏夫が下に落ちている。さあ、新世代タッグ、日米新世代タッグのチャンスだ。さあ、どうだ、カウントは2つ。長谷川早紀江がフォローに入っていました。山田敏夫もほっと一息という感じであります。さあ、井上京子、しかしまだ2人攻撃が続いている、ダブルの攻撃が続いています。とても言葉が通わないとは思えないような鮮やかな2人攻撃であります。どうやらなだれ式のダブルのブレンバスターに入る。ロープ最上段から落ちました。井上京子、ちょっと顔がうつろになっているが、カウントは2つ。昨年のタックリーグザベストのチャンピオンチーム、さあ、このチャンピオンチームが危うくなりました。日米新世代タッグが一気に行くのか。あっと、さあ、そのままチキンウィングに入ったんですか、これは。チキンウィングフェイスロック、チキンウィングフェイスロック、さあ、どうだ、決まるか、下で長谷川早紀江が抑えている、決まるか、ロープだ、もうちょっとでした。デビーマレンコ、
阿部さんもちょっとだったですね、ちょっと決める位置がね、惜しかったですね。チキンウィングフェイスロックがしっかりとかかっていましたが、若干ロープに近かった下で、あの長谷川先をうまくフォローしてたんですがね、この辺りね。さあソバットが顔面、ソバットが顔面、さあ立ち上がれ。3年目の長谷川先が井上京子に対して吠えます。もう1回喉元に鋭角的に突き上げます。強烈なソバット、カウント2つ。さあ井上京子がちょっと朦朧状態に入っているぞ。もう1回行くから3発目、これは外された。同じ技を3発は食わない。これがチャンピオンチーム、カウント2つ。ようやく井上京子が山田敏夫にタッチ。そしてデビーに攻撃をしておいて、どうやら長谷川早紀に強敵を定めたか。さあロープに振るぞ山田敏夫だ。さあそしてそのまま落とす、そのまま決めるかカウント2つ。まだ決まらない、長谷川早紀も踏ん張ります。さあちょっとデビーも今辛い状況だ。そして円髄、そして青コーナー近く、強烈なキック、そしてニールキック、そしてデビーマレンコに正規の一発。さあちょっともうこの辺り試合時間もかなりかかっています。もう15分は遠に過ぎました。20分近くなっています試合時間。さあバックを取ってバックドロップ、長谷川早紀危ないぞ、長谷川早紀が危ない。カウント2つ、長谷川早紀が踏ん張ります。まだまだ負けられない。せっかく得たこのチャンスをまだまだ逃すわけにはいきません。さあこれはうまい素晴らしいコンビネーションだ。あっと山田がうまく避けました。これは自爆になってしまった。さあ待ってるのは井上京子だが、あっとこれは逆にそのまま逆さ抑え込みに入った。逆さ抑え込みカウント2つ。アスカ目まぐるしいですね、この辺りはね。さあどうなるのかな。あっとこれもうまい、これも山田敏夫がうまくタイミングを外しました。今も阿部さん、ちょっとの差なんですがタイミングを外されてるんですね。まあやられたらな、お返しという感じもありますね。そうですね。さあそしてジャーマンスープレックス、放り投げました。長谷川早紀がもうほとんど朦朧としているが、さあ後ろから飛んだ、肘が押しています。さあそしてここでホール決まったか。カウント3つ、もう完全に長谷川早紀は大の字。それを踏みつけてまだまだ早いと言わんばかりに井上京子がゆっくりと赤コーナーに帰っていきました。